どうも皆さんこんにちは、 M2 プラントのあさみです。今日はですね、最近、私が購入した私物なんですけれども、通勤なんかによく使うイヤホンをご紹介したいと思います。じゃあ早速こちらのイヤホンの紹介なんですけれども、メーカーがファイナルというメーカーのイヤホンになりまして、ファイナルのメイクというイヤホンですね。でこちらのメイクなんですけど、3タイプございまして、メイク1、メイク2、メイク3となります。メイク1が一番高スペックというか高品質な音が出るイヤホンになりまして、これがね、一般販売価格が 59,800円という、今回私が購入したのはメイク2なんですけれども、こちらのイヤホンが一般販売価格が 32,800円、これでも個人的には非常に頑張ったお値段なんですけど、でメイク3が 16,800円というお値段になってるんですけれども、今までね、数千円のイヤホンでずっと音楽聴いてたんですけど、基本的に通勤の時に聴くことが多いんですけど、やっぱ比べると、私自身そんな音に詳しいわけではありませんが、やっぱり違いますね。素人でも分かる音の違いというか、今までこうね、あんまり聞こえなかった音が聞こえてきたりとか、こんな音が鳴ってたんだっていうのが聞き取れるようになりました。このイヤホンになって音の迫力がすごく増したので、これだけでもめちゃくちゃいい買い物したなと思ってるんですけど、もう一つ最大の惹かれたポイントがありまして、このメイクというイヤホンなんですけど、フィルターというのがついてまして、これこういうね、こうケースとかが入ってこういうフィルターっていうのがついてまして、こんな、これ何に使うかというと、このイヤホンの音の出る部分とか、この筐体ですね、イヤホンの筐体自体を分解して開けて、音の出る部分にフィルターを貼り付けたりとか、ちょっとこうスポンジのようなものとかもあるんですけど、2種類のフィルターが入っていて、フィルターを貼っ付けたり、このスポンジをこう音の出る部分に詰めたりして、音の自分好みの音のカスタマイズができるという、聞く音楽のジャンルにね、合わせて自分でこう音をカスタマイズできるというイヤホンなんですけれども、その音の組み合わせがなんとこちらのメイク2は847通りもできるそうで、実際に僕こうフィルターこうイヤホンにつけて試してみたんですけど、めちゃくちゃ変わります。フィルターだけでこんなに変わるものかと感動するぐらい変わるんで、年々こう自分自身ね、音の好みが変わってきたりもすると思うんですけど、そういう時にこういうフィルターを使って音の質を変えてあげたりとかって、すごく長く使えそうだなと思って、ぜひ気になった方は購入されてみてはどうかなと思ってるんですけど、このフィルター交換する動画は別でアップしたいと思いますんで、この動画見ていただいてちょっと興味持っていただいた方はぜひそちらの動画もご覧いただければなと、ちょっと後日アップする形になると思うんですけど、でもう一つね、僕がこのイヤホンいいなと思ったところがあって、最近皆さんスマートフォンで音楽聴く方多いと思うんですけど、もうイヤホンジャックが特に iPhone とかはもうなくなってますよね。だからこの変換ケーブルがないと有線では聴けないんですけど、このイヤホンのいいところはここケーブルを外せるようになっていて、 Bluetooth 対応のケーブルを購入すると本当にとっても簡単に無線化できるんですね。別売りのものを買わないといけないっていうところはあるんですけど、通勤時に聞かれてる方なんかは結構満員電車乗ったりするとケーブル引っかかって取れちゃったとかっていうことを経験あったりする方おられると思うんですけど、付け替えができるので、そういう使うシーンに合わせて簡単に無線化もできるんで、音質重視の方はこれでいろいろこのケーブル自体もね、変えたりすることもできるんで、音質にこだわりたい方はまたこのケーブルを変えてみたりとか、いろんな使い方ができるので、そういうところも非常にいいなと思ってこのメイクを購入しました。実はこれまだ一般販売されてないんですよ。今年の年末ぐらいに一般販売される予定なんですけど、僕がなぜ今これ手元にあるかというと、マック開けというクラウドファンディングのサイトでたまたま見つけて購入したものなので、今はそのクラウドファンディングも終了して、今現時点では買えないんですけど、もうすぐ販売、一般販売開始されるんで、この動画見てこういうちょっと画期的な今までにないイヤホンだと思いますんで、気になった方はぜひぜひ購入してみてもらったらいいかなと、個人的には非常にいい買い物したなと思ってますんで、皆さんにおすすめしたいイヤホンです。ということで、また近々
フィルター交換した動画もアップしようと思ってますんで、この動画を見て興味を持っていただいた方はぜひそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。ということで、今回は最近私が購入したイヤホンで、ファイナルというメーカーのメイクというイヤホンのご紹介でした。この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。